新潟県糸井川市で昨年12月計147棟を焼いた大規模火災で業務上失火罪に問われた日元の元ラーメン店主、周健は被告73の初公判が27日、新潟地裁高田支部石田健一裁判長で開かれた。周被告は起訴内容を認め、検察側は禁錮3年を休刑。裁判は即日決心した。 判決は11月15日。検察側は論告で、周被告が以前から鍋を火にかけたまま帰宅することがあり、店内の壁などが油かすで汚れていたと指摘。過失は飲食店の経営者としてあるまじきものだと批判した。弁護側は、出火原因になったことを認めた上で、被害の拡大について、フェーン現象による強風などの不可抗力もあるなどと訴え、 寛大な判決を求めた。起訴状によると、周被告は昨年12月22日、ラーメン店の厨房でタケノコと水を入れた中華鍋をガスコンロの火にかけ、業務上の注意義務を怠って加熱しているのを忘れたまま帰宅。鍋の中身が燃え上がり、ラーメン店を含む計147棟を焼損させたとされる。2017年9月27日 -13。 13関連ニュース社会記事一覧へアクセスランキング